れ。薪もないのに火が。魔法薬に魔法の杖に小槌に魔法のかまど。魔女。ちょっと変なこと言わないでよ。お待たせしました。最初はミネストローネ。あ、スープでございます。え、だってまだ作り始めたばっかり。ちゃんと煮えてるの？もちろん。おいしい。なんか味が濃くて深みがある。正直お屋敷のまかないよりずっとおいしい。これなんだろう。よしよし、好感触だね。さてと、お次はブリ大根。こちらもレトルト。味も隅まで染みてるよ。魚料理でございます。魚？魚が何か？いや、なんでもない、なんでもないから。あれ、やっぱり魚に対する反応がタブーか何か、まずったか。いや、普通に食べてるな。まあいいや、次行こう、次。穀物のリゾットでございます。気のせいかもしれないんだけど、なんかどの料理も全部あのお鍋から出てきてるような。うわぁ、言うな。気にしないようにしてたのに。大丈夫、多分。ローストビーフでございます。なにこれ。牛肉の大和煮でございます。信じられない。ビーフシチューでございます。おいしい、おいしいよ。デザートのアイスクリームでございます。こんなの初めて。締めの温かいお飲み物、甘酒でございます。ご満足いただけましたでしょうか？うん、どれもこれも今まで食べたことないものばっかりだったし、それにあの鍋全部美味しかった。ほんとごちそうさま。よかった。